ートレース江戸川第40回日刊スポーツ杯最終日、水面状況悪化のためこの12レースのみ安定板を使用しての競争となりますが、荒れ水面でも果敢な走りが魅力の波光社が顔を揃えています。12レース優勝戦対戦メンバーです。1号艇キレキ覆して仕上がり万全、オール2連隊の安定感は福岡池永太志。2号艇江戸川周年覇者の底力を見せつけます香川村越敦史。3号艇自ら江戸川大志郎と名乗るほどの得意水面福岡松田大志郎。4号艇今節は流れも味方に久々優勝を狙います東京正直らら。5号艇3人並んだ104期同期対決に闘志を燃やす福岡岡村啓太。6号艇競り合いでしぶとい立ち回り展開つけるパワーは十分愛知杉山正樹。以上6選手です。並びはバクナリー3対3。1号艇の池田が昨日は2走ともインからトップスタートで押し切っています。もちろん人気の中心、現在は北風5メートル、上げ潮50センチ、ホーム側は向かい風追い潮のコンディションです。最終第12レースの優勝戦進入体系内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。4コースから1から4号艇の障子がトップスタートを切っています。レースは1周1マークへと向かいます。伸び返して先手は1号艇の池永、外を攻めていった6号艇の杉山、内側から3号艇の松田、2号艇の村越でバックストレッチへと抜け出しています。先頭を仕切った1号艇の池永、2番手は6号艇の杉山が優勢、3番手は3号艇の松田、内側から2号艇の村越、4号艇の障子。スタートは前提正常です。1周2マーク、2番手は3号艇の松田が先取っていく、内をついて6号艇の杉山、2号艇の村越でホームへ取り返しています。先頭独走1号艇の池永太志、2番手争い内側6号艇の杉山、アウトコースに3号艇の松田、内から2号艇の村越が定冠詰めていまして2周の1マークです。2番手争いは内から2号艇の村越、外を攻めていく6号艇の杉山、サジハンドルが3号艇の松田でバックストレッチです。2番手は6号艇の杉山がわずかに優勢ですが、差がなく3番手3号艇の松田が追走、その後ろ少し離されまして2番5番4番と続いています。レースは2周の2マークです。トップで1号艇の池永が旋回、そして2番手は6号艇の杉山、内側から3号艇の松田でホームへ取り返しています。上位の体型は1番6番3番ですが、内側差がなく2号艇の村越も続いていきまして、レースは最終周回に入っています。最後のバックストレッチへと先頭で1号艇の池永が抜け出しています。2番手は6号艇の杉山、3番手は3号艇の松田で最後のバックストレッチ。上位の体型変わらず1番6番3番です。9戦6勝オール2連隊の活躍で通算21回目、そしてこの江戸川では初優勝が目前です。最終コーナートップで1号艇の池永が旋回しています。2番手は6号艇の杉山、内を狙ってきました3号艇の松田、2番手接戦、まもなくゴールを迎えます。先頭1番の池永太志優勝の号令、6番杉山号令、3番松田号令、2番の村越号令、5番の岡村、4番の庄司号令です。以上第12レースの優勝戦でした。